おはようございます。釣り子 TV です。これちょっとね、2020いろいろな釣り道具が発売されると思うんですけども、結構本命のルアーなんじゃないかなっていうことで、探しました。ついにね、発見して手に入れることができました。ここに書いてありますよね。ダイソーの、スモラバっていうことで、その名もね、100円均一のね、ダイソー、まあいろいろなね、ルアーとか実は販売していて、しかもね、結構昔からね、売ってますよね。まあ去年なんかはラバージグとか、あとはスピナーベイトですね。まあそこら辺を買ってみて、使ってみたところ、何気に大きな魚が釣れたり、あとはちょっと数釣りができたりね、いやー結構いいルアーあんなーなんていう感じで楽しんでるんですけども、これちょっと本命じゃないですか？スモラバ。ね。いやいつもね、釣り行くときはね、いろいろなメーカーの、まあ値段も様々ですけど、形とかね、いろんな、スモラバ持っていきますけども、これ、100円でスモラバが買えちゃう時代になったんですね。そんでもってこの、なんだろう、ちゃんとしたパッケージ、ね、ちょっとしたスモラバより、なんていうのかな、パッケージは豪華なんじゃないかななんてね、もうすごい気密性があってね、まあ雨の日なんか例えばね、持って行っても例えばここまで気密性が高くなければ、雨に濡れて水が侵入してパッケージに入ったまんま錆びちゃうなんていうこともね、いや実際に自分もあったりしたんですけども、このね、もうパッケージの時点でね、ありありのありだなって思って、でね、スモラバの 2.5g のね、こんな黒色カラーね、手に持ってるんですけども、まあなんか黒味気ないなぁなんて思いきや、これよく見てください。これほら。赤いラメが入ってる。ね、結構ね、仕事細かいんすよね、これ。ちょっと、ガチなね、感じのスモラバなんですよね。でもなんか黒色ってちょっと味気ないなぁなんて思ったらね、カラー展開もしておりました。100円なんで買ってきちゃったんですけど、ほらこんな感じのね、ウォーターメロンみたいなカラーでね、黒いつぶつぶが入ったようなこんな感じのねやつとか、はたまたですね、この微妙なラバーの色の違いでカラー展開してくるところなんかもね、あとこれちょっと本当に釣れそうな感じのね、カラーリング。まあ黒は好きなんでね、まあもちろん黒もね、買ったっていうことですけども、それ以外にもこんな感じの絶妙なカラー展開が、されている。で、重さ 2.5g って書いてあるんですけども、まあ 2.5g だけなんじゃないの？なんて思いきや、これ、パワーフィネスみたいな感じでいけちゃうんじゃないかなっていうね、 3.5g なんていうのもねスタンバイされちゃってるんですよね。でまたね、このねウォーターメロンのこんな釣れそうなラバースカート装着しちゃっていて、憎いねっていうね。あーで、特筆すべきはこれね、4つ買っても400円ですよね。今ね、スモラバってちょっとしたメーカーのものだと、そうですね、まず400円ぐらいしますし、スモラバでもね、やっぱタングステンのいいやつを使ってあるやつとか、あとは工夫が凝らされているスモラバなんか、例えば600円、700円、なんていうのもね、あるんじゃないかなと思うんですけども、100円。ちょっと、これは、すげえんじゃねえかなと思って、で、まあね、結構探してたんですよ。ダイソーいろんなところにありますけどね。結構ダイソーのそばを通ったり、ダイソーだなんて思った時はね、スモラバないかななんて覗くんですけども、なかなかなくて。で、と思ったら一番近所のダイソーにね、フルラインナップであったっていうね。前に見に行った時はまだ入荷してなかったんですけども、行ったらね、あるっていうことでね、これはね、
すげえんじゃないかな。まあそんな感じでね、感動のご対面をして買ってきてみたんですけども、早速どんな感じのスモラバなのかね、見ていきたいと思います。ね、じゃあどうしよう、ウォーターメロンみたいな金にしようかな。まあパッケージ見ていくと、ね、よく釣れる釣り具シリーズ、ね、もうよく釣れるって書いてくれてますから間違いないんじゃないかなっていうのと、ゆらゆら動いてブラックバスの好奇心を誘うスモラバ 2.5g、ね、釣れる魚ブラックバスなど、ちょっとファジーな感じにしてますね。ブラックバス本命な感じですよね。ブラックバスなど、まあその他にもなんか釣れるかもね。ということで、裏にはねこんな感じで、ですね、あーもうすごい分かりやすくね、使用方法書いてくれてますんで、1、道糸を結びますね。2、フックにワームかっこ別売りを取り付けますね。そこまではね説明してくれてますね。その後のアクションとかは特に書いてないかな。真水で洗った後水分を拭き取り、よく乾燥させてくださいねって、まあ、お手入れ方法が書いてあって、まあ、お子様が、使用する場合はですね、保護者と一緒に使用してください、ね、周囲の安全を確認した上で使用してくださいって、ね、針先は鋭く大変危険ですっていうようなことがここにねつらつらと書いてあるんですけども、じゃあね、早速開けていきたいと思いますよ。いや、これ結構感動だな。まあ針の感じとか見たいですけどね。はい、こんな感じで、さあ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 、しっかりしたパッケージだ。パコッと、ね、ふぅおはぁ、こんな感じですね。なんだこれ、もう結構いいぞ。おお、このラバーのカットパターンとかもなんか長いのと短いのを織り交ぜつつね、ジャクソンのねエグジグとかでね、出てきたようなコンセプトじゃなかったかななんて記憶してるんですけども、ね、それまでのスモラバっていうと結構均一に丸くね、綺麗にカットされてなんていう印象があったんですけども、こういう長いのもあれば短い毛もあればっていう、こうランダムカットによってなかなかね魅力的なアピールをするっていうことで、まあ最初こう丸い感じでカットされてたのはね、一番初期の頃に出たのがやっぱり半々ジグとかね、そんな感じのスモラバからね、スモラバって流行りだしたって記憶しているので、それからこう均一にカットされるようなことが多かったんですけども、その後こうトーナメントなんかでもウィニングルアーなんかにね、なることが多くなって、そこで各プロが工夫を凝らしてこうランダムにカットしたりとか、ちょっと全体に長めにしてフォーリングのスピードを遅くしたりとか、あー、はたまたこうね、短めにカットしてみたりとか、あとはガードのところどうするかとかね、いろいろなスモラバがあるわけなんですけども、このダイソーの100円スモラバは、ね、ちょっとした高級スモラバなんかにも採用されるランダムカットを採用してきましたよ。これはすごいな。そしてね、一番気になっていたのがこの針、結構良さげな針じゃないですかこれ。正直ね、100円のラバージグ、スボラバじゃなくてラバージグね、実際に、釣ってみたりとかしたんですけども、ちょっと大味な感じの針かななんて思ったんですけども、ちょっとこのスモラバの針相当鋭いっすよ。あれ、ねえ、ちょっと冗談じゃないなっていうね、本気だぞっていう感じの、こんな感じのね、ピンシャに鋭い針が採用されております。で、じゃあこのラバーの備え付けのところはやっぱり100円なんだから、ちょっと粗い作りなんじゃないのなんて思いきや、ワイヤーで結構きっちりしっかりね、備え付けてあります、ラバーが。うん。でね、トレーラーのところをね、トレーラーキーパーみたいなところはこういう感じで
ないのかな。ないですね。うん、まあもしあの縫い刺しとか好きな人がいたりしたら P ラインとかちょっと巻いたりして自分でなんだろう、トレーラーキーパー部をつけてみたりとかねしてもいいんじゃないかなと思うんですけども、まあ小さめのワームちょんがけで使うんだったらもうこのままで全然大丈夫でしょうしね、こんな感じですけど、一番今ね開けてみて驚いたのが針がめっちゃんこ鋭いね。あー、これ100円で俺いいんじゃないかな、スマホは。ね、で、まあ、愛はね、こういう90度でね、あのシンプルに、真上にビンってある、こんな感じの作りで、で、さすがね、今100円なんで、この黒いね、塗装のところが、ちょっとね、一箇所、剥げてるところがあるなって感じですけど、こんなのは全然俺は気になんないかなっていうところで、あとはね、ガードの強さ。あ、ここか。これ塗料が乗ってるからかな。あのね、これどうやったら分かりやすいかな。ガードめっちゃきついっす。ここね、あ、これは、あのね、やべえ。硬さのガード。これなんだろう、この塗料が乗ってるからじゃないかな。ちょっとこれ硬えぞ。長さとかは申し分ない感じかなって思ったんですけど、ちょっとね、そうだな、100円でここもちょっと気になるかな。ガードがちょっと針金みたいに硬いぞこれね。なんで釣りにかかるときはちょっとガードだけどうにかした方がいいかもしれないですね。どうにかするって、もうこれ取っちゃって、も取るとなーガード力弱まるから、ちょっとねそこのところはね、みんないろいろまあ実際触ってみて、まあここら辺も多分ね綺麗に抜けると思うんで、そうですね、ちょっと柔らかめのガードに変更したりとかね、で接着剤チュチュってつけたりとかがいいかもしれないですね。ね、というわけでちょっとねガードが硬いっていうところは、覚悟しておいてください。まあ、P ラインとかでねパワーフィネスみたいな感じで使う場合はこのままいけちゃうんじゃないかなと思いますけどもね、そこちょっと気になったところでございます。で、まあ針の方はねもうめっちゃ高素軸で鋭いので、まあ大丈夫だろうなっていうね。で、こんな感じのバランス、はい、ね、そういうわけでね、ちょっと、100円の相撲ラバですね、これ開けてみたんですけども、もうだいぶちょっと長くなってきたので、で、こっからね、ちょっと今撮影してるのは夜遅い時間なんですけども、これにね、好きなトレーラーね、いろいろひっつけて、で水中でのバランスはどうなのかとかね、これから一回カメラ止めてね撮影してみたいと思いますので、それはまた明日ぐらいにはなんとか分かりやすいように編集してあげれたらなぁなんて思いますので、ダイソーの、このね100円ラバージグですね、まずはね開封してみて全体の質感とか見てみましたが、まあ、ちょっとガードが硬いよ。まあでラバーはちょっとこんな豪華な感じのカッティングが施されてるよってね、そこら辺で、今日はまとめていきたいと思います。というわけで明日はね、これに、各種釣れそうなトレーラーねつけてね水中での姿勢なんか見ていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣りこう TV はこちら、100円均一のあのダイソーで、スモラバが発売されているぞ、こういった動画でした。はい、釣りこう TV でした。